時は織田徳川連合軍と浅井朝倉連合軍とが激突した姉川の戦いが起きた日なり。姉川の戦いは元亀元年6月28日に織田信長、徳川家康連合軍と浅井長政、朝倉義景連合軍との間で起こった合戦なり。事の発端は合戦の約2ヶ月前、越前の朝倉領に攻め込んだ信長に対し、信長の同盟相手で妹婿でもあった浅井長政が朝倉氏との長年の友好関係を重んじ、信長に反旗を翻したことにあるなり、背後を突かれ挟み撃ちにされる格好となった信長は、羽ヶ崎の軒口と呼ばれる命がけの撤退戦を強いられながらも、なんとか逃げ延びたけど、戦国一の美女とも言われた妹、お市の方を嫁がせるまでにして手を組んだ、お気に入りの長政に裏切られてしまい、メンツ丸つぶれとなった信長は、激怒。ただでさえ、長政の治める大近江周辺は、信長の本拠地、岐阜と京都を結ぶルートの重要拠点であり、室町幕府15代将軍、足利義昭を担いで上洛し、天下統一を目指していた信長は、すぐさま報復行為に出たなり、兵の数は諸説あるけど、織田信長、徳川家康連合軍約3万と、浅井長政、朝倉義景連合軍約2万の軍勢が近江の姉川を挟んで激突。姉川の戦いの開戦なり。開戦当初は浅井朝倉軍が優勢だったけど、徳川軍の前線もあり次第に形勢逆転、最終的に織田徳川軍の勝利に終わったなり。その後も両者の戦いは続き、将軍足利義昭の呼びかけで信長包囲網が形成されたりし、信長を大いに苦しめたけど、姉川の戦いでの敗戦から3年後には浅井朝倉領氏は滅亡しており、この戦いが領氏滅亡の原因だったとも言われているなり。余談だが、浅井長政が信長を裏切った理由の一つに、家臣のように扱われることへの不満があったためとも言われ、浅井家三代が築いた領地を信長に好き勝手させぬよう、自身の自立と尊厳をかけて戦った側面もあったようです。